衛星画像アフリカの地形国際連合によるアフリカの地域の分類北アフリカ西アフリカ中部アフリカ東アフリカ南部アフリカアフリカは抗義にはアフリカ大陸及びその周辺のマダガスカル島などの当初海域を含む地域の総称で六大州の一つア州漢字表記はアドルリカ地理的には地中海を挟んでヨーロッパの南に位置する 赤道を挟んで南北双方に広い面積を持つ唯一の大陸でもあり、それに伴って多様な気候領域がある。面積は3020万平方キロメートルで地球表面の6%、陸地全体の20.4%を、人口は約10億人、世界人口比では14.72%を占める。2011年3月現在。 当初を含めて54の独立国がある。経済成長率は2010年に約5.0%、2011年に予測は5.5%である。アフリカはアフリカ単一起源説から人の起源とされ、エチオピアからは20万年前のホモサピエンスの化石が発見され、世界遺産の南アフリカの人類化石遺跡群は人類の発祥の地と呼ばれている。 アフリカはかつてヨーロッパ諸国から暗黒大陸と未開の地のように呼ばれたがヨーロッパに知られていなかっただけで実際にはヨーロッパより古い歴史と文明があったアフリカの地理的区分ではサハラ砂漠が大きな境界となりサハラ砂漠より南をサブサハラアフリカと呼ぶ場合もあるまた北アフリカ中部アフリカ東アフリカ南部アフリカ 西アフリカに分ける区分もある。当初は、サハラ砂漠以北の地域を指す言葉であった。正確な語源ははっきりとはわからないが、有利季節としては、現在のチュニジアにあたるカルタゴ近郊の北部アフリカに、居住していたセム系部族を指す、アフリーと推測される。この言葉は、フェニキア語のアファーに結びつけられがちだが、1八十一年には、ベルベル語の洞窟に住む人々を指す。 イフリーが展示たものという仮説が提示された。これら、アファー、イフリー、アフリーは、現在のアルジェリア及び、リビアに住む、ベルベル人のことである。他に、カルタゴ人が使っていたファラカの変形、または天下という説や、先住民の一部族、アフェルに由来するという説もある。他にも様々な仮説が提唱されており、歴史家、レオアフリカヌスは、ギリシア語の、 フライキーに否定を意味する、説当時エマイナスが常設し、寒さや恐れがないところを意味する、アフライクとなったと主張した。またジェラルド・マッセイ・ EN、ジェラルド・マッセイは1881年に、エジプト語の A フルイカが語源だとの仮説を発表した。それによると、A フルイカは、カーの始まりに回帰するを意味する。このカーは、すべての人々と、 カーの始まりという用法で、子宮、生誕地両方の語源である。エジプト人にとって、アフリカとはまさに、誕生したところを意味する。期限が上日のいずれの説であるにしろ、ローマ時代、カルタ語が、アフリカ属州になると、ラテン語で、アフリカ人の土地を表す、アフリカテラから、アフリカという語形が生じた。これが、現在の、アフリカという言葉の直接の始まりである。 その後、サハラ砂漠以南についての人類の知見が広がるに、従い、サハラ砂漠の南北を含めて一つの大陸の名となった。アイルランド語の女性名エイフレクは、アフリカと英語化されるが、地名とは関係がない。アフリカの古竜脚類、基盤的竜脚系類であるマッソスポンディルス中世代初期、アフリカは他の大陸と同じく超大陸パンゲアを形成した。 その状況下で、獣脚類や竜脚系アモクまた原始的な長板類が三条期終わり頃まで繁殖していた。これらの化石はアフリカの至るところで発見され、特に南部で顕著に見られる。三条期とジュラ紀を分ける地球規模の絶滅を示す発掘はアフリカではあまり行われていない。初期ジュラ紀の地層は三条期後期と重なって分布し、南部で多く露頭する。しかし、 化石層は南部では少なく、北に行くほどその数は優勢になってゆく。ジュラキニはアフリカでは流脚下目や長脚目などの恐竜が広い範囲で流勢を極めた。中期の研究はあまり進んでいない。後期も発掘は遅れているが、数少ない例外にあたるタンザニアのテンダグル層では、北アメリカ西部で見つかったモリソン層の古生物学的要素と非常に近似した。 ところが見られた。スピノサウルスは、アフリカを代表する肉食恐竜である。1億6千年前 -1 億5千年前の中世代の中頃、ゴンドアナ大陸には、後のインドア大陸とマダガスカルがつながっていた。そのため、マダガスカルからは、アベリサウルスやティタノサウルス浄化の化石が発見される。その後、白秋初期にインドとマダガスカルは、分離を始め、 後期にはこの二つの陸海も分離して現在に至る。中世代、マダガスカルとアフリカ大陸の相対的な位置には変化がなかった。その一方で、パンゲア大陸そのものの変化は進行し、白が飛行期の始まり頃には南アメリカがアフリカから分離し、南大西洋が形成された。この出来事は海流の変動及び地球規模の気候形成に影響を与えた。 この白亜紀には、アロサウルス類や、最大の肉食恐竜として知られているものを含むスピノサウルス類などが繁栄していた。ティタノサウルス属は、当時の生態系の重要な草食動物であった。アフリカでは、発掘された白亜紀の遺物は多いが、ジュラ紀のそれは少なく、今後の調査が待たれる。アウストラロピテクスアファレンシスのルーシー。 この骨は1974年11月24日、エチオピアのアファールボンチ、アワシシカワシモ流域で発見された。ほとんどの個人類学者は人類はアフリカで生まれたという説をとっている。アフリカは大陸移動や地殻変動から大規模な気候変動を繰り返していた。人類の発生は約4000万年前に遡る東部での流気が形成され、 乾燥化が進展したことが要因にあると考えられる。イーストサイドストーリーでは豊かなコンゴ盆地の森林から一部の猿が乾燥したサバンナへ分かれ進化が始まったという。南アフリカのヨハネスブルグ北部などが人類が初めて住んだ場所と考えられる。20世紀中頃には人類学者たちはすでに700万年以上古い人類の化石や 生存の証拠類を発見していた。化石は、幾種もの類人猿に近い人類のものが発見され、放射年代測定から、紀元前390から300万年頃に生きたと考えられるアウストラロピテクスアファレンシスや、紀元前230から140万年頃のパラントロプスボイセイ紀元前190から60万年頃の モイルガステルが人類へ進化したと推察される。戦死時代、他の大陸と同様にアフリカに住む人類は、国家を持たず、現代のコイコイ人や三人のように、狩猟採集社会の集団を作って生活していた。アフリカは大まかに、氷河期に乾燥して砂漠が拡大し、魔氷期には、森林が拡大するという循環を繰り返していた。二万年前頃には、 拡大をしていたサハラ砂漠は1 2二千年前頃には縮小に転じ森林地帯の広がりとともに茶床など湖水の面積も大きくなったこの北部アフリカの緑のサハラ地域で人類は狩猟や魚狼また牛の牧畜なども行っていたしかし5千年前頃から乾燥化が急速に始まり砂漠の拡大と生存可能域の縮小に伴って人類は 熱帯性気候の西や南、ナイル川流域などに移住した。アフリカを歴史的、文化的に大きく区分すると、北アフリカの文化圏、西アフリカの文化圏、東アフリカの文化圏に区分される。東アフリカが、コピト教のエチオピアとイスラム教のインド洋沿岸部と大きく区分される他は、西アフリカで独特なアニミズムの伝統が濃厚に、残ってきたにもかかわらず、 イスラム文化圏であったことが共通している。アフリカの地図ポルトガル人のバスコダガーマがインド洋航路を発見した150年後に制作された。海岸線は正確だが内陸部、特に河川の流路に関する情報が極端に不足していたことがわかる。例えばナイル川が南部アフリカに達しており、ニジェール川の流路は全く異なっている。冒頭の地図と比較されたい。 最古の資料が残っているのはファラオによる支配が始まったナイル川流域の古代エジプト王国であり、紀元前3300年頃の文字記録が発見されている。これは世界最古の文明の一つで、ヒエログリフから派生したワディエルホル文字と原始内文字は世界のほとんどのアルファベットの起源になったとされる。紀元前2900年頃、メネス王が上下エジプトを統一して以来、 王国時代に築かれたピラミッドでも世界的に知られている。紀元前1000年頃には製鉄技術が北アフリカにも伝播し急速に広がってブラックアフリカ北部まで鉄器が使われるようになった。一方、チュニジアでも紀元前800年頃にフェニキアの植民都市としてカルタゴが築かれ経済大国となった。紀元前146年にカルタゴは 共和制ローマに滅ぼされ、ローマ支配下のアフリカ族衆となった。5世紀、ローマ帝国が弱体化し、ゲルマン民族の大移動の時代に、チュニジアではバンダル族が429年、カルタゴの古地にバンダル王国を建設したが、地中海世界の最統一に燃える東、ローマ帝国によって534年に滅ぼされた。しかし、 東ローマ帝国の北アフリカ支配も長くはなく636年、パレスチナのやるムクカ半で、日の昇る勢いのイスラム帝国に敗れると、エジプトを奪われ、北アフリカは、ウマイヤ朝時代に、イスラム勢力の支配下に入った。アッバース朝時代に、勢力争いで、ハールン・アラシードに敗れた、イドリースは、マグリブの地へ逃げて、フェズにイドリース朝を開いた。 9世紀以降、アッバース朝カリフは、800年に、チュニジアのアグラブアサ、868年に、エジプト総督代理のイブントゥルーンが築き、クマーラワイフが功能を条件に、エジプト総督を接襲して事実上、エジプト独自のイスラム王朝となったトゥルーンアサ、トゥルーンアサ滅亡後、やはり、エジプト総督のイブントゥグジュニーフシードの称号を与えるとともに、大幅な自治を認め、 イフシードアサの建国を許すなど分裂傾向を強めた。1625年の西アフリカ西アフリカでは紀元前900年に遡ると言われる土偶と製鉄技術を持ったノク文化がナイジェリアの北部で生まれ土偶の様式はアフリカ中部から南部の彫刻に大きな影響を与えた。ナイジェリアでは九から十世紀のやイボ文化やイボウク遺跡 10から13世紀のヨルバ文化、14から18世紀のベニー王国が繁栄し、優れた製造製品で知られている。また西アフリカでは、紀元前500年頃に金属加工技術が到達したが、さらなる拡大は、紀元後になった。エジプトやヨビア、エチオピアなど、紀元前500年頃に製作された北部アフリカの製造機が、西アフリカで発掘されている。 これは、当時からサハラ交易が行われていたことを示す。この交易を背景に反映したのが、セネガル川上流とニジェール川上流に4世紀に遡ると言われるガーナ王国であり、11世紀後半まで岩塩と金の中継貿易で交流を誇った。その後、交易路の当然に伴って、マリ帝国がニジェール川上流のニアニオ首都都,都市湾曲部の トンブクトゥを半島に含んで13から15世紀前半まで繁栄。損害帝国が15世紀後半から16世紀にかけて、ニジェール川湾局部を中心に、ナイジェリア北部のハウサ諸国を従え、マリ帝国を屈服させてその半島の大部分を奪い、ほぼ西スーダンを統一する広大な半島を誇った。一方、西スーダンのこのような王国のサハラ越えの対象による交易に、 利害のあった北アフリカ西部、マグリブにもベルベル人によって11世紀中央マイナス12世紀中央に、ムラービト朝、12世紀中央マイナス13世紀頃に、ムワヒド朝、13から15世紀に、マリン朝という強力なイスラム王朝が建てられた。特にムラービト朝は、ガーナ王国を滅ぼしたことで知られる。損害帝国は、五百九十年に、十六世紀中央に、 モロッコで起こった強力なサード町に攻め滅ぼされた。イフリーキアと呼ばれたチュニジアも909年にアグラブ町を倒してファーティマ町が起こると926年には西隣のイドリースアサを滅ぼした。969年にエジプトに当選してイフシードアサを滅ぼすと北アフリカの統一を完成し新首とカイロ2戦としてカリフを称した。 西カリフ国と呼ばれたイベリア半島の後ウマイヤ朝に、非して中カリフ国と呼ばれた。エジプトでは、その後対十字軍戦争で活躍したサラディンによるアイユーブアサ、その下で実力をつけたバフリーアなどのマムルークの力によって建国されたマムルーク朝が続く。一方、イフリーキアでは、13世紀前半にムワヒド朝から独立したハフス朝があり、 これらの強力な王朝の下で優れたイスラム建築が多数建設され、街並みが世界遺産に登録されているものも数多い。しかし、1517年にマムルーク朝、1574年にハフス朝がオスマン帝国によって併合される。モロッコ、アルジェリア、チュニジアなどの北アフリカの北西部に位置するアラブ諸国はマグディブと呼ばれ、マシュリクに対して成功。 すなわち、時と場合によっては、リビアやモーリタニアも含められる。ただし、モーリタニアの南部は、歴史的に西スーダンのガーナ王国の中心部で、マリ帝国の半島に属していたことから、通常は西アフリカに区分される。東アフリカの北部にあたるエチオピアでは、4世紀にコピト教を国教としたアクスム王国が、ギリシャ、ローマ帝国。 そして東ローマ帝国との交流を持ち、公海貿易で繁栄した。11世紀頃にザグウェアサが起こり、世界遺産になっているラリーベラの岩屈境界群が作られた。沿岸部では、イスラム商人によるインド洋交易が盛んで、モガディシオ、キルワ、マリンディなどの港湾都市が繁栄した。交易路は、モザンビーク南部の港町、ソファラから、ジンバブレのザンベジ川、流域。 リンポポガー流域にまで及び14から15世紀に諸那人によるモノモタパ王国が金や象牙の輸出で繁栄した。モノモタパ王国の首都と目されるグレートジンバブエ遺跡からは中国の聖火などの陶磁器、インドの綿製品、インドネシアの数種玉、ペルシャの壺などの出土が見られ、当時の交易が盛んであったことを物語っている。モノモタパ王国が衰退すると、 ロズウィ王国が19世紀半ばまでジンバブエの地を支配した。ベナンのウィダーにある帰らずの門。この門をくぐって奴隷船に積み込まれた奴隷たちは故郷を見ることは二度となかった。長い間アフリカは奴隷制度に蝕まれてきた。7世紀から20世紀に至るまでアラブ世界への奴隷貿易は継続して行われ。 1800万人がサハラ交易やインド洋貿易で取引された。大航海時代を迎えたヨーロッパのアフリカ進出は金が目的だったが、すでにアラブ諸国への交易路が形成されていることを知ると、対象を奴隷の確保に変えた。15世紀から19世紀までの500年にはアメリカ州向けの奴隷貿易が行われ、 700から1200万人が新世界の奴隷として輸出された。1820年代、西アフリカは大西洋航路の奴隷貿易が衰退し、地域の経済活動に変革を迫られた。ヨーロッパや新世界における奴隷制度廃止運動の湧き上がりに応じた自利品や海岸部でのイギリス海軍駐留数の増加は、アフリカ諸国に新しい経済体制の選択をさせた。 1808年から1860年の間に、イギリスの西アフリカ召艦隊は、約1600隻の奴隷船を打破し、15万人のアフリカ人を解放した。また、奴隷貿易非合法化に抵抗する指導者層に対しても行動を起こし、例えば1851年、ラゴスの略奪を攻略などが挙げられる。反奴隷貿易の協定は、 アフリカ50カ国以上の国々で締結された。この動きに国力があったアシャンティ王国、ダホメ王国、オヨ王国は順応する動きを取り、アシャンティやダホメはパーム油やカカオ、ランバー材や金など、現在の主力でもある商品輸出という合法的な通称へ転換した。しかし、オヨ王国は適用できず、内戦の末に崩壊した。 アフリカの地図1890年19世紀後半には、アメリカ解放奴隷が建国したリベリアと第一次、エチオピア戦争で独立を維持したエチオピアを除いて、ヨーロッパ諸国によるアフリカ分割が行われ、西アフリカの小王国が滅ぼされた。この時国境線が民族や宗教に関係なく勝手に引かれたため、後の民族紛争の原因ともなった。 以前や継戦を基準に引かれていることが多い。ヨーロッパ列強の帝国主義は第二次世界大戦以降も続いたが、次第に弱まってアフリカ諸国の独立への機運が高まった。1951年にはリビアがイタリアから、1956年にはチュニジアとモロッコがフランスから独立を果たした。翌年にはガーナが続き、サブサハラ発の脱植民地を成した。 1960年のいわゆるアフリカの年頃からヨーロッパの植民地から次々に独立国が誕生したが独裁政治の発生や内戦などの問題を抱えつつ今日に至っている。なお、政治的統合をして新植民地主義への対抗や民主主義の促進、アフリカ地域の国際的地位向上などを目指し1963年5月に、 発足したアフリカ統一機構が2002年7月9日には発展解消してアフリカ連合が成立した。これは個々の国を超えた枠でのアフリカ政治の中心的役割を担い、今日でも紛争、貧困、エイズなど山積みする問題の解決や国際的地位の向上を目指している。現在のアフリカ北は地中海、西は大西洋、東は インド洋及び航海に面する。南端のアガラス岬で大西洋とインド洋が接する。南北約8 0 0 0トル東西約7 4 0 0トル海岸線は総延長2万6 0 0 0トルである。かつてはスエズ地境によりユーラシア大陸とつながっていたが、現在ではスエズ運河が開通して分断され。 この運河がアフリカとアジアの境界と受け取られる場合もある。大陸北側に世界最大の砂漠であるサハラ砂漠を持ち、これによって大陸は大きく二つに分けられる。また、大陸東部にはパンゲア大陸がゴンドアナローラシア大陸に分裂した時の名残である 2000km の隆起地帯とそれを東西に切り裂く世界最大長のアフリカ大地公体が 南北に走る。この南端には、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山があり、これは、他の五大陸最高峰が非火山であるのに対し、唯一火山活動で形成されたものである。第一交代には、複数の火山や、東、アフリカ大古将軍があり、西側で接するエチオピア高原などの高地部分にも、ニアムラギラ山やニーランゴンモ山などの活火山や、 ビクトリア湖などの古代湖が残る。しかし、アフリカ大陸全体で標高500メートル以上の領域は半分程度に過ぎない。理由はこれも大陸移動が関係しており、アフリカはパンゲア大陸の中心部として移動した距離が短く、山脈が形成されにくかったことが挙げられる。アフリカ大陸全般の経済成長で自然保護区が設置されるものの、 依然としている濃く豊かな自然、人類学術的な側面から、生物の多様性と人を含めたその起源の候補地とされている。気候は多様である。ほぼ赤道直下に位置する大陸中央部は、西部のギニア湾沿岸から大陸中部のコンゴ盆地にかかる熱帯雨林で高温多湿な地域が広がり、これを挟んでセレンゲキ高原などの砂ンな地域が広がる。 さらに高緯度に向かうと砂漠気候域に入り、北にはサハラ砂漠、南にはカラハリ砂漠が広がる。大陸北端と南端は地中海性気候域となる。ソマリアで放棄された戦車。長期化する内戦は解決の糸口を見出せない。食料配給に列をなすソマリアの人々。アフリカの多くの国々は情勢が非常に不安定であり。 ヨーロッパなどに比べるとはるかに治安が悪い地区が多い。政治的に安定している国はごくわずかである。イギリスの雑誌エコノミストは2008年にアフリカ各国の政治情勢を民主主義達成度から分析し公表した。これによると対象50カ国のうち完全な民主主義を実現している国はモーリシャスただ一国で15カ国は独裁と民主制の 混合状態、28カ国は完全な独裁体制と分析されている。このような体制が出来上がった背景には植民地支配の影響がある。現在のアフリカ各国の国境線は地形や民族構成などを反映しない単純な直線が多い。これはヨーロッパ列強間の力関係から引かれたもので、異なる民族や部族が混在、または分離される結果を生んだ。 そのため独立後にも国民はまとまりを書き、強権的な政府体制として、アフリカ型社会主義もしくは開発独裁体制が選択された。しかし前者は構造的に経済発展には向かず、後者は汚職や主導権争いが絶えなかった。さらには非アフリカ人を排除したために人材不足にも陥り、結果的にかつては英英もしくは南北問題と呼ばれて、 同じように発展途上に苦しんだアジア各国が急速な経済発展を実現しつつあるのに対しアフリカは例外的に成長しない経済体制と評され取り残されたまま現在に至るそのために内戦や紛争も多く代表的なものでは1991年からのソマリア内戦1997年からのコンゴ内戦2003年からのダルフール紛争などが を引いている。国民の大多数がイスラム教徒であり、比較的に安定した政治を行っていた北アフリカも、2010年に発生した各国の動乱以来、政権が大きく揺らいでいる。終わりが見えない内戦や紛争、及び貧困から、アフリカでは多くの難民が発生している。国際連合難民高等弁務官事務所推計により2009年末のアフリカ難民は、 約230万人、さらに国内の避難民は約650万人に上る。また、農村疲弊による人口の都市部集中に伴ったスラム化も進展し、モザンビークやタンザニアなどでは人口の90%に相当するまで膨れ上がり、治安悪化などの問題が生じている。南アフリカ最大の都市、ヨハネスブルグ、アフリカ最大の金融センターである、ベナン、 2008年、農業はアフリカの主要な産業だが、決して経済性は高くない。IMF によると、2009年のアフリカ52カ国の合計の GDP は1兆1848億ドルであり、全世界の約2%のシェアとなっている。アフリカの一国平均の GDP は227億ドルであり、鳥取県とほぼ同じ経済規模である。 アフリカ最大の経済大国は南アフリカである。アフリカ唯一の G20 参加国であり、2010年には史上初めてアフリカ大陸でサッカーのワールドカップを開催している。また、アフリカ第二の経済大国はエジプトであり、北部アフリカにおいて影響力の強い国の一つになっている。豊富な天然資源を持ちながら、 アフリカは世界で最も貧しい発展途上の状態にある。これは、エイズやマラリアなど深刻な感染症の蔓延、高い腐敗認識指数で指摘される政治によって、引き起こされる人権の抑圧や経済政策の失策、また、国民の低水準なリテラシーや増えて長い行、さらにゲリラから大量殺戮まで含まれる部族間や軍隊による戦闘など、 様々な要因の結果である。国際連合の2003年度人間開発報告書によると開発の度合いを示す尺度において調査対象の最低ランク25カ国を全てアフリカの国々が占めた。貧困、文謀、栄養失調、不十分な給水体制や衛生管理、病気の蔓延などの悪影響をアフリカに住む多くの人々が受けている。2008年、 世界銀行は国際的な貧困率の定義を1日あたり所得 1US ドル未満から 1.25US ドル未満に引き上げた。サブサハラ諸国では人口の80.5%が1日あたり 2.5US ドル未満で暮らしている。この統計はサブサハラが1日 1.25US ドルという貧困の基準を脱することが世界中で非常に難しい地域であることを示す。 1981年のデータではこの地域に住む50%の人々が貧困層に相当していたが、1996年には58%まで上昇し、2005年には率は50%となったが、人口の絶対数は3.8億人に増加している。貧困層平均所得は1日 0.7US ドルに過ぎず、2003年の数値は1973年よりも、 悪化している。この原因を外国企業と外国政府主導による経済自由化政策の失敗に求めることもあるが、このような外的要因よりも国内政治の失策が大きいという指摘もある。1995年から10年間にアフリカは経済成長を続け、2005年の平均成長率は5%に達した。さらに、 埋蔵石油を持ち輸出に振り分けるため屈作に着手したアンゴラスーダン、赤道ギニアなど数カ国はさらなる成長が見込まれる。さらにアフリカには世界中のコバルト90%、発金90%と金の50%、クロム98%、タンタライト70%、マンガン64%、ウラン33%が存在すると考えられている。 今後民主共和国には携帯電話の製造に欠かせないコルタンが世界の70%に相当する量に上り、ダイヤモンドも世界の30%以上が同国に存在する。ギニアは世界最大の貿易サイト供給国である。このようにアフリカの経済成長はほとんどが主源提供を背景としたもので、工業や農業の発展ではなく、 雇用喪失や貧困からの脱却に寄与していない。実際に2008年にリーマンショックを原因として起こった食糧危機では1億人が飢餓状態に陥った。特に中華人民共和国はかねてからアフリカ諸国へのスタジアム外交や大統領府などの箱物や炭山鉄道の建設に象徴される強い結びつきを構築してアフリカ連合本部も建設しており、 2009年に中国はアフリカ最大の貿易相手国になった。工業を除けば、アフリカの主要産業は農業であり、他国と産業構造が著しく異なる南アフリカを除くと、その就業人口比は66.1%、輸出比は15.4%である。しかしこれらはカカオなど、特定地域の特定産物を除けば、 農業生産性が高いアメリカが衆国と農業先進国との競争には弱く、大半の農産物はアフリカ内部で消費される。しかしながら、1961年から2000年にかけて人口が3倍になったのに対し、穀物は1.35倍程度しか伸長していない。土地の生産性もアジアや南アメリカが大きく伸ばしているのに対し4割以下まで落ち込んでいる。 このような状況に陥った要因は、アフリカでは人口増加に対応する農業生産を高める手段を、もっぱら高地面積の拡大に依存した点がある。しかしこれは痩せた土地の利用や、少ない水資源の制約等が絡み、十分な効果を上げることができなかったことを物語る。2010年にハーバード大学は、政治さえ安定していればアフリカは、 食料自給が可能との研究結果を発表した。低い農業生産性は従事者の貧困を招く原因の一つであり、農業改革を行う技術や人材の育成が望まれる。アフリカの農地はその65%が土壌侵食の被害を受けている。また国際連合環境計画によるとアフリカの森林破壊は世界平均の2倍の速度で進行している。 報告の中には、西アフリカの約9割がすでに破壊されたというものもある。これはマダガスカルでも同様で、人類が進出してからの2000年で90%以上の原生林が失われた。干ばつや干害などによる環境への影響もあり、じゃどこは40年前と比較して面積が1、10まで減少した。アフリカの語族及び主要なアフリカ言語の分布を示す、地図。 多くのアフリカ諸国では一つ以上の公用語を話す。現在、アフリカの人口は爆発的に増え、特にこの40年は顕著である。国によっては、人口の半数以上が25歳以下というところもある。総人口は、1950年に2億2100万人だったが、2009年には10億人まで、膨れ上がった。世界の人口は、増え続ける傾向にあるが、 アフリカ地域の増加分がかなりの量を占めている。この人口増加は経済成長を伴っていないため環境破壊や貧困層の増大など様々な問題をもたらしている。大陸全体がリカードの罠に陥っているとの指摘もある。北アフリカはイスラム教とともにアラブ人が入ってくるまではベルベル人の居住する地域であった。現在も多数派となった アラブ人に混じってベルベル人が残っている。中南アフリカでは従来からの先住民族が暮らす。アフリカは言語の種類が多い。系統分類では4語族に大別されるが、部族ごとに異なる特徴を持つために多くの言語数に分岐し、世界の言語数のうち30%程度を占めるとも言われる。また、同じ人々が使う言語にも部族ごと 地域共通語、さらに公用語と状況に応じて使い分けられる垂直型の多層言語が存在し、層言語数を多くしている。ほとんどの国では植民地支配の影響をそのまま受け、欧米の言語を公用語としており、政府機関の作業言語や教授言語となっている。一方、エディート層と旧宗主国、欧米先進国との密接な関係から、 国家ぐるみでもアフリカ固有の言語の普及や促進には力が入れられていないためエリート層と庶民の間の教育格差という問題の発生につながっている。特にサブサハラ諸国においては一部の国でアフリカ固有の言語も公用語に加えられているものの実際にはタンザニアやエチオピア、ソマリアの例外を除きほとんどが形外化している。 アフリカには1500以上の民族集団があり、それぞれが固有の信仰と儀礼体系を持っている。さらに、イスラム教スンナ派、キリスト教のローマカトリック、プロテスタントの各派が分布している。また、これらの世界宗教と土着宗教が混交し、シンクレティズムによって独自に発展した宗派もある。伝統的な土着宗教は、ソレ信仰や自然崇拝に加え、 サブサハラでは創造神の概念も存在する。また、呪術信仰も根強く、これを担うシャーマニズムも健在である。多くのアフリカの土着宗教には予測不能な不幸が発生したとき、不幸の原因を想像力で理解するための適切な解釈を与え、その不幸に対処するための複数の観念や制度を内包したものであること、濃厚儀礼や 人生の通過儀礼など幸福を希求する儀礼的実践であることが共通する特徴として見られる。世界宗教のアフリカ伝播はローマ帝国の領土拡大に伴うローマカトリックが最初にあたり、これは4から5世紀に北アフリカで最盛期を迎える。しかしこれは同帝国の衰退とアラブ人の進出によって衰退した。十九世紀のアフリカ分割に伴う、 ヨーロッパ列強の植民地化によって再び、ローマカトリックは広まったが、この地域は中央アフリカに場所を変えていた。イスラム教スンナ派は、北、アフリカを中心に人口の30の40%を占める。その電波経路は、ナイル川に沿ったアラブ人の進出、サハラ港駅による電波、海上貿易による東海岸沿岸への電波の3つがある。 プロテスタントもまたアフリカ分割と共に広まったが、その地域は南部が主流となった。南アフリカにはいち早くアフリカ人によって教会が建設された。その特色は聖書中心主義があり、またペンテコステ派と土着宗教が融合した精霊教会という形態も存在する。アフリカの教育は世界の中でも未発達で、特にサハライナンの多くの国々で、 就学,率が低い学校は基礎設備に欠き、アフリカの大学は生徒の増加と教職員がより高い給料を求めて西側諸国に移住するための不足が問題となっている。ユネスコ2000年の調査リージョナルオーバービューオンサブサハランアフリカでは児童就学率は58%に止まった。 アフリカでは出生登録が十分に行われず、親が子供に教育を受けさせようとする意識が低い。これらに貧困が加わり、教育現場からの脱落のみならず、児童労働や人身売買、育児放棄や犯罪、子供が戦場へ借り出されるなど様々な問題が生じている。運動ナイジェリア救援キャンプの少女、栄養失調から来るクワジオルコルの症状が見られる。 1960年代に撮影された。アフリカは栄養、医療、衛生面で様々な問題を抱えている。2008年度世界の栄養不足率が高い10位は、ハイチを除いてアフリカ諸国に占められ、1位のコンゴ民主共和国は76%の国民が相当する。このような環境は乳幼児にも悪影響を及ぼし、 サブサハラ全体で5歳未満の死亡率は15から20%で推移している。これも、下痢やハシカなど医療環境が整っていれば助かるものだが、世界保健機関が定める最低医療体制である、人口10万人あたりの医師20人、看護師100人、その他医療従事者228人という基準を満たす、サブサハラの国は南アフリカのみである。また、 後天性免疫不全症候群の蔓延も大きな問題となっており国家予算の半分近くがエイズ対策に費やされる国家すら出現している。特にサブサハラではひどく15歳以上の感染率はスワジランドでは26.1%ボツワナでは23.9%に上る。感染者数最大は医療体制が 比較的充実している南アフリカの570万人である。世界中のエイズ感染者のうちに3がサ,サブサハラに集中している。この蔓延には女性の社会的地位が低いことも一因であり、レイプの多発や一夫多再生などが影響していると考えられ、実際に感染率は女性の方が軒並み高い。これらの要因から中南部諸国における 平均寿命は著しく低下し、10カ国以上で50歳を下回っている。アフリカの治安は現今、どのエリアにおいても確実に安定しているとは言い難い。その理由の一つとして挙げられるのは、紛争による経済の発展の停滞である。アフリカでは近年、紛争が特定地域に集中する傾向があり、北アフリカではリビア、 西アフリカではマリからナイジェリア北部地域中部アフリカでは中央アフリカ共和国とコンゴ民主共和国東部地域東アフリカでは南スーダンとソマリア南部地域がその一例に挙げられる原因となるものは主にイスラーム求心主義と国家そのものをめぐる問題の二つが挙げられる一つ目の問題であるイスラーム求心主義は宗教に 関係する面を持っているが、一般的な宗教問題と違い、内容がテロリズムに絡んだものがほとんどであることから宗教とは別次元の問題とされている。イスラーム求心主義を掲げる組織が活動を広げる、理由は地域によって異なるが、共通するものには地理的に近い中東の影響が深い点がある。アラブ人が住民の圧倒的多数を占める北アフリカは、 もちろんのこと、サハラ砂漠内演部もほとんどの住民がムスリムであることから中東で活発化したイスラーム求心主義の余波が武器や資金の供与などを通じて広がりやすい社会環境を作り上げている。上述した国々の中でリビアは今日イスラーム求心主義組織の一つであるイズの主要拠点の一つになっており、マリ、ナイジェリア、ソマリアなど サハラ砂漠周辺地域でも、しばしばアルカイダやイズとの関係を強調しイスラーム、急進主義を掲げる組織が紛争の原因となっている。もう一つの問題は、国家が国民からの信頼を失っている点にある。多くの場合、開発の失敗や汚職をはじめ人種差別や言語の違いによる対立などにより、政府が人々の信頼を失った状況に立たされている。一例として、 南部アフリカの南アフリカ共和国と中部アフリカのカメルーンが挙げられる。南アフリカ共和国ではアパルトヘイト廃止後に起きた失業問題に橋を発する形で治安が急速に悪化してしまっており、同国の都市では殺人や強盗、強姦、麻薬売買などの凶悪犯罪が昼夜を問わず多発している。また、カメルーンでは 公用語に対する意識の違いから国内地域が普通語話者と英語話者の2グループによって仕切られていて英語圏地域が分離賛成派を中心に独立を掲げて同国政府へ反発する形で対立しているさらに言語による独立運動には過激な活動が相次ぎ武装放棄する流れも状態化しているそして その過中の国家に数え上げるイスラム圏外島エリアの国ではそこに急進主義勢力が正しいイスラームを掲げて武装活動を活発化させているのである。イスラーム急進主義には一種の世直し運動という性格があり自爆テロなどの過激かつ生産な内容の手段を取ることが命を懸けた主張として捉えられている面を持つ。これらが 現地政府への不信感と相まって大義名分に等しい扱いを受ける形で支持を受ける状態となっている。そういった考えや価値観が先に挙げた地域における社会で一定の共感を得たり共有されているため問題の解決を非常に困難としてしまっている。これらの国家や地域ではそうした事情から深刻な経済停滞が続いており、戦術の国々は 現状では解消される様子が見受けられず、現地住民の大半は常に逼迫した社会環境の中で危険と隣り合わせな生活を余儀なくされている。しかし、それ以外の地域では大きな紛争はあまり発生しておらず、治安などが比較的安定した面が伺える。東アフリカのルワンダでは、1994年に少数派民族を標的とした大量虐殺が起こり、 少なくとも50万人が殺害されたとされている。同国は現在政治的に安定しており大きな事件が起こる確率も当時に比べて格段に低くなっている。アフリカでは人権侵害をはじめとして先の欄で挙げた干ばつや飢が内戦や民族紛争などの危機的状況により自国を脱出する人々が後を絶たない。中には 難民として他国へ亡命を図る人が大勢存在する。これに絡み、亡命先の国では、幾多もの騒動や、排他的な姿勢をとる人物の出現によって、引き起こされる事件が問題化している面を持つ。エジプトからモロッコまでの北アフリカ諸国は、アラブ文化と関わりを持つ人々がいる。ウガリアフリカの食文化は、狩猟民族的特徴が強い。すなわち、肉や ニモルインなどをそれぞれ単一で料理し、複数の食材を混ぜて調理することは少ない。また、米を除く穀類のほとんどを引いて粉飾する点も特徴である。この代表が稲科穀物の粉を用いる西アフリカの唐や東アフリカのうがりが代表的である。酒では西部から中央部で作られるヤシシュ、熱帯地方のバナナ酒などの特色がある。 トウモロコシ類からビール、モロミやバナナ種から上流酒も作られる。ワイン醸造も行われ、現代では南アフリカが盛んな地域にあたる。2010年、南アフリカでドラムを演奏する男性。特に、サブサハラのアフリカ音楽は、儀礼と結びつきが強く、ダンスに伴って演奏される。対面楽器や幕名楽器は独自のものが多様に存在し、前者では、ラメラホーンや、 コラ、校舎では、様々なドラムが知られる。中には、伝達手段に用いられる、トーキングドラムなどもある。また、リンガラ音楽ことキューザイールのスークースや、フェラクティや、マヌニバンゴラによるファンキーなアフロビート、ガーナのハイライフ、アルジェリアのライ、アンゴラのクドゥーロ、タンザニアのボンゴフレーバー、モザンビークのマラベンタなどのアフリカのポピュラー音楽も、よく知られている。アフリカ美術のうち、 古代文明を築いたエジプトは独自の美術体系を発達させた。神聖文字と組み合わせた形式の連続性は、やはり独自の形式であるピラミッドや寺院及び墳母などのエジプト建築と組み合わされ、壁画や彫刻類、そしてツタンカーメンに代表される棺などで複雑かつ華麗な体系を持った。この芸術の系統は、紀元前30年にローマによる征服を受けて途絶えた。 サフサハラの芸術は民族学と美術史の両面から論じられるが、その分析は未だ途上にある。大きな特徴は多様な造形分野であるが、これは美術品として単独で成り立つものではなく、生活及び宗教と深く関連している。木材を好んで用い、仮面など、身体装飾や彫刻など、また宗教や、 再使用道具及び日用品なども採取されたものなど種類も多い。その一方で建築分野ではあまり見るべきものがないかっこない和紙とその後ろの言語名は公用語を示す。イギリス領フランス領スペイン領ポルトガル領モーリシャス領その他肌が黒い人類、いわゆるネグロイドの存在が他の文明に。 初めて記録されたのは7世紀に北部アフリカを支配下に置いたアラブ人がナイル川を遡ってサハラ砂漠以南に到達したことに始まる。以後、アフリカの地名にはこの肌の色を語源として名付けられたところもあり、現在の国名に受け継がれているものもある。スーダンはかつてのイギリス領やフランス領を含めるとアフリカ大陸の1、3を占める広大な土地を意味したが、これは アラビア語が意味する黒い人が根源である。このフランス領スーダンから独立したモーリタニアはムーア人の国という意味だが、このムーアも古代ギリシア語のモローズを語源とする。ギニアも現在の領土よりも広い地域を指す言葉だったが、これもベルベル人の言葉で黒い人の土地を意味した。エチオピアもギリシア語のトース、オプス、イアの合成語であり、やはり古代ギリシア人にとって、 サハラ砂漠より南の土地を包括的に示す言葉だった。ソマリアはアムハラ語でゾムマという説の他にヌビア地方の言葉で黒い人の国という意味だという説もある。アフリカの経済共同体験、サットコミュースサイックエッケスエコアスイガドサドックウマ。ありがとうございます。